皆さんこんばんは。こんばんは。ということでですね、始まりました第366回、どんどん夢やかなメディ活でございます。今回のゲストをご紹介する前にですね、今日ね、もう今始まる前からかなり盛り上がってましたね。はい、これも水越さんの人気のおかげです。いえ、とんでもないです。今日のゲストは大物ですからね、本当にたくさんの方がね来てくれると思うんですけども、すごいプレッシャーですね。ぜひ皆さんね、コメントと同時にこの画面をねシェアしていただけるとね、助かります。それでシェア対象っていうね、シェアしてくれた方の中からお一人の方に素晴らしいプレゼントありますんでね、この番組中に抽選しちゃいますからね、ルーレットで頑張ってねシェアしてくださいね。ということで、メディ活、始まりますけれども、その前にですね、まずオープニングをねちょっと見ていただきたいと思うんですね。ということで、カメラに向かってですね、メディ活スタートで、こう右手出して、はい、メディ活スタートでいきたいと思いますんでね。僕がピンで言うんですか？いや、両方私と一緒に言います、はい、いきますよ。あ、ごめん、いきますよ。3秒前からお願いします。はい、メディ活スタート。ときめき忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を。立ち上がるよ何度でも、明日へ Let's try again。 Goodbye your 秋だ Yesterday、 あの負けない Brand new day、 見つけられる先、君だけの道、世界へ飛び出そう、翼広げ、ということで、今回第366回どんどん夢が叶うメディ活のゲストでございます。もうね、長年やってますよ。もう6年ですよ皆さんね。朝活シェアカフェ代表の福島たけるさんです。よろしくお願いします。福島たけるです。はい、なんか言うんですか？いやいや、どうぞ。自己紹介あるんですか？はい、ですね、今朝活シェアカフェ、毎月ですね、第1土曜日の9時10分から新宿3丁目でやっております。どんな朝活かっていうと、著者の人を呼んで学びをシェアするっていう朝活です。何、著者？著者。著者を必ず呼んでるという、ほぼ著者です。もう 99% ですね、はい、99%。この詳しい内容については番組進行の水越さんからどんどん根掘り葉掘り聞かれると思いますので、すべ、てもう包み隠さずあなたに伝えますので、噛んじゃった今。もうそんな気にし、気にしない。噛んじゃったもん。全然気にしない。丸山さんも噛んでましたけど。いや、もう何でも答えますんでね、コメントいただけると嬉しいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ですね、メディカス初めてご覧になってね、今日は福島さんのファンの方が2万人ぐらい見に来てるということなので。ちょっと少ないですそれ。5人ぐらいの方がね見に来てると思うので、ちょっと初めての方にもちょっとメディカスをね、ぜひ説明したいと思うんですけども、メディカスというのはですね、2010年の5月から始まった1時間の対談番組なんですね。毎週毎週ゲストをお招きして、私が話したい人、憧れてる人、そういう方をゲストにお招きして、その方の魅力をありのまま伝えるというのが、これどんどん夢からメディカスで、私の夢、ゲストの
さんの夢、そして視聴者さんの夢を叶えていこう、応援していこうというのがこの番組なんですけれども、まあ、その2010年の5月から毎週毎週続けていくことによって、まあ、私のいろんな夢が叶ってきたというのがありまして、まあ、それでどんどん夢が叶うメディカスという番組名に変化していったんですけども、例えばですね、私が長年憧れていたおもちゃの鑑定士、ね、北原照久さん、何でも鑑定団でおなじみですけども、まあ、その方をゲストにお招きすることができたり、歌手の岩崎宏美さんとかですね、異邦人という曲でね、皆さんご存知でしょうかね、久保田早紀さんとか、あと元巨人の篠塚和則さんね、二塁手、そしてシンガーソングライター、ウイスキーお好きでしょって曲でね有名な杉正道さんとかね、鈴木雄大さん、あと桑田靖子さんとかね、もう本当に憧れてる方、あと松本伊代さんのね後ろで押したキャプテン2人組ね、まあこういった方々をお招きすることができて、あと漫画家の川口海二さんとかね、ああすごい知ってる？いや大好きですよ、沈黙の艦隊、沈黙の艦隊大好きですよ、あの方ね小金井に住んでる、そういやいやいや、来たかった来たかった、あのなんとその、はい、自宅の方にお邪魔して、はい、あの執筆中のところ、いいですね、サインもバカしかもらいましたけどね、どんどん夢叶ってますね、本当にでしょ、で今日はあの憧れの福島さん、はい、いや夢じゃないです、悪夢になりますよいいんですか、いやいやいや悪夢ですよ、ね、悪夢じゃない夢のね福島さんに今日はね、はい、ご登場いただいたというわけですよ、はい、どの辺が夢なんですか、ね、いやいやいや、それでこれあの今までずっとユーストリームだけで配信してきたんですけども、まあ、今年になって Facebook のライブ動画皆さん今ね、見てらっしゃると思います、両方 Facebook のライブ動画とユーストリームと両方ね今同じ画面で配信してますのでどちらかお好きな方を見ていただきたいんですけども、まあ、コメントはできるだけねこの Facebook の方でね、コメントしていただけると、まあ、嬉しいかなと思いますんで、よろしく。それで皆さんね、この番組の特徴はこの今皆さん見てる Facebook の画面、これをですね右下の方にシェアというボタンがあると思うんですね、これシェアをしていただくと、シェアがですね、たくさんしていただくとたくさんの人に見ていただけるということなので、今日この番組中にねシェアした人の中からお一人の方にですね今日すごいですよプレゼント、ですね、私のこれまでゲストに出てくださった方でウェブ集客の専門家がいるんですね、杉浦さんという方なんですけども、ウルトラマンさん、あ、そう、はい、ウルトラ先生、ウルトラマンじゃないですよ、ウルトラ先生ね、はい、はい、あの方が出されている DVD 24,800円だっけな、すごいですね、これセットでプレゼントします、はい、僕もシェアして大丈夫ですかシェアしてください、いやします、当たるかもしれませんか、しますもん、最後ルーレットでちゃんと抽選しますので、まあ、しますもん、まあ、します、これなんですよ DVD ですよ、これ4枚組ワンセット24,800円、はい、これをお一人の方に今日シェアしてくれた人の中からお一人の方にプレゼントしちゃいます、ちなみにどんな、ライバル店から抜け出す7つの実践型サロン集客術ということで、いいね、別に、ね、これサロンやってない方めっちゃ勉強になります、本当いいですね、ということでこれシェア皆さん気張ってシェアしてくださいね、4枚ですよね、4枚組ですよ、すごい、1枚1人じゃないですよ、4セットですから、これお一人の方プレゼントです、はい、欲しい、もうね欲しい、杉浦さんが本当にねメディカスのファンでね、ぜひ、欲しいな、お一人の方に、差し上げてくださいってねご提供いただきましたよ、本当に杉浦さんありがとうございます、でこの番組は、視聴者の方と参加型になってますからね、視聴者の方からコメントいただく、私が読み上げるリアルタイムコミュニケーションを取れるということで、今日もね早速ねコメント読まさせてもらいますよ、Facebook の方からね今日いっぱい来てね、ちょっと皆さん全員読めないかもしれない、ごめんね、すごいな、すごいな、どっからだこれ、あ、すごいな、いっぱい来てる、どうしよう、読みきれない、読みましょうよ、まあ、村井さんはいいや、笠原さん見えてます、聞こえてますね、しおちゃんありがとう、 Facebook メインなんですか、 Facebook メイン、とりあえずね Facebook メイン、あ、長吉さん、水越さん、福島さん、こんばんは。佐賀つながりで視聴してます。お楽しみ。ああ、よろしくお願いします。あの富山の方。富山で、ね、有名ですよ。朝活をもう8年ですよ。ね、あのなんか何百回したかな、800回。毎週やってますよね。毎週すごい。すごいよ。すごい。ね、はい、僕はぜひねお二人つながっていただきたいなと思って、はい、ますんでね、ぜひ富山遊びに行きたいと思います、で僕富山で6月11日に、動画のセミナーをさせていただきますんでね、素晴らしいですね、長谷さん後でリンク貼っといてね、はい、神戸さん、神戸さん、はい、ありがとうございます、ね、
神戸と書いて神戸という神戸神戸と書いて名古屋にお住まいね。あ、はい、どんだけ面白いんですかね。いやこれ面白いんですよ、知ってる人には。あ、ね、あ、このみちゃんありがとう、かわいいな、このみちゃんな。このみちゃんもね、あのメディカスね、以前出てくださいましたね。赤塚好美さん、はい、かわいいですね。渡辺志保さん、6月2日はローズの日ね、米山さん、さすがだね、抑えてる。あ、米山さんこんばんは、久しぶり、リアルに視聴間に合いましたってことでね、 ありがとうございます。書評家の、あー、はいはい、米山さんね、ダフつながりで、ダフつながりで、ずいぶん写真があっていうか、イラストがずいぶん、あ、これアイコン変わってるんですよね。変わりましたね、はい、米山。あれちょっと待って、あと何と言ったな。米山さん元気ですかね。ちょっと俺ずいぶん飛ばしてる、飛ばしてますよ、飛ばしてる、ごめんごめん、すごい飛ばしてた、ごめん。あ、黒岩さんありがとう、福ちゃん、あ、黒岩さん、黒岩大先生ありがとうございます。黒岩さん、また朝活出てください。あ、黒岩さんありがとうございます、出てください。これダメだ、こっちも、ね、もう黒岩さんもね、メディカス出てくれたからね。志保ちゃんって方が出てますよ、志保ちゃん、志保ちゃん出てますよって何、あのコメント、あ、分かってるよ、出てますね。コメント36件来てますよ。分かってますよ、今焦ってるんだから。ね、はい、上山さんね、ありがとう。あ、ちょっと会議が行っちゃったの。大変ですね。はい、さよなら。でも、さよなら。でもね、上山さん、いや、上山さんね、いつもね、メディカスを見てね、はい、そのまま寝落ちしちゃうって可愛いんだよ。可愛いですね。ね、お布団かけてあげたいですね。危ないよ、危ないよ。はい、あ、村井さんね、顔が緊張モードしてますよね。緊張しますよ。ね、笠原さん、大物。ね、あ、ありがとう。長谷さんね、6月11日朝活は、水越さんということでリンク貼ってくれました、ありがとうございます、よろしくお願いします。米山さん元気ですよ、3日行けるように調整中です。あ、本当ですか、嬉しいですね。6月3日何、いい朝活ですよ。マジですか。ちょっと、ま、今ね、ま、ちょっと出たので皆さん、ま、あのね、6月3日あげてよ。ね、朝活、ゲスト誰ですか。 ゲスト、はい、あのですよ、あのメディアのドン、ドン水越先生ですよ、僕がね、水越先生ですよ、ゲストですよ、はい、6月3日皆さん来て、9時10分から9時10分からね、はい、ここですね。ちょっと待って、これね、下が隠れてる、ちょっと上上げて、はい、ちょっと上上げようかな、はい、これちょっと上げて、はい、6月3日土曜日9時10分から10時40分、1836円ですよ、はい、ね、自分メディアを作るということで、はい、今日皆さんが見てるこの Facebook ライブ動画のこともちょっといろいろ話しちゃいますよ、はいはい、ね、なんでこんな人気があるかっていうね、この秘密を暴露していただけるんですよね、はい、暴露しちゃいます、はい、朝活だけで、朝活だけ、はい、違うことも聞いていいですか。え、その時に、その時に全然いいですよ、放送できない内容も大丈夫だ、それはダメ。とにかく6月3日朝活来てちょ、よろしくお願い。それで、はい、今日、うん、なんと、はい、メディカツの大賞、メディカツ大賞は何かというと、はい、こちらです、じゃん、この朝活に、あ、でもさ、これ2人招待したら俺当たるかもしれないとか言って参加しない、大丈夫か、大丈夫です、ね、はい、朝活、私の朝活に2名ご招待 ですので、もしお二人行きたいという方がいらっしゃったらコメントに書いてください。でも本当に行ける方ですよ。あ、そうですね、ね、行けない方で、あの、冷やかしで書かないようにね、朝活6月3日行ってみたい、興味あります、行きたいですっていう人がいたら、はい、ぜひコメントください。その人優先にしてメディカス大賞今日ね2名の方にプレゼントしますんでね、よろしくお願いします。生の水越先生に会えますよ、はい、はい、ね、笠原さんコメントリアクション煽るゲストね、はい、煽りますよ、もう、はい、ね、カエさんね、水越とユースト会のドン、ありがとう、もうな、本当に嬉しいよね、朝風ご招待、村井さん、そう、どんどんね、はい、どん見つかし、少々ありがとう。ということでね、よろしくお願いします。島香さんも、あ、そうだ、島香さん来てた。はい、島香さん来て、島香さん、島香さん、ありがとうね。ありがとうございます、函館から。あ、今東京にいるんじゃないですか。今東京、どこに、今ね、なんか東京に来てるようなこと。東京にいますよね、島香さんね。どこにコメントくれた？ここになんか僕の入ってますよ。嘘。こんばんは、見てますよ。村井さんのあのコメントの下です。しほちゃん、抜けるんだよな、うん、出てないんだよ、こっち、はい、もう、しまかちゃん、ほんと、しまかさん、どこに来てる、はい、あっただ、こんばんは、見てます、しまかちゃん、ありがとう、ほんと可愛いよね、可愛い、マジ可愛い ね、北海道の雪のように白いでしょ、白いし、細いし、目も可愛いです。
すべていい、やばい、これしちゃったらやばい、ちょっとやめときますからね、はい、ということでね、皆さんね、コメント本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、東京にいますよ、だって。東京。あ、東京にいるの？そう、今3日間研修できてます。なんだ、ここ来てよ、武蔵小金井。武蔵小金井。ねえ。来ましょう、武蔵小金井、ね。武蔵小金井来てよ。中央線ですよ、すぐですよ。はい。飯田さん。ね、はい。飯田さんが、あ、飯田さん、福島さんだ。こんばんはということで、飯ちゃんね。ありがとうございます。久しぶりです、飯田さん。クレーム対応の巨匠ですよ。ね。ありがとうございます。近藤さん、カメラやってる人ですね。あ、そうそうそう、はい、近藤さん、広島から交通費全額水越さんが出してくれたら行きます、ありがとうそれ無理ね、なかなかな、はい。で、もう一度ね言いますけども、今日この今の見てらっしゃる Facebook の番組をシェアしてくださった方には、お一人の方今日番組中に抽選します、こちらウェブ集客の専門家の杉浦さんがDVD4 セット4枚で1セットですね。これを24,800円、これをお一人の方にプレゼントしちゃいますんでね、はい、決まって皆さんシェアしてください。そしてコメントでね、私の6月3日の朝活行ってみたい、お二人の方無料でご招待します。逆です、あ、ごめんなさい、はい、ね、だからコメントに、行ってみたいです、興味ありますってことをぜひね書いてみてくださいね。どんだけ今日お得かっていう話ですよね。めちゃくちゃ得ですよ。ユーストリームの方のチャットもねちょっと見させていただきますけども、はい、あ、ヨネさんもねありがとうございます、音声届いてます。コメント53件、だいぶ炎上してますよ、はい。あ、もこちゃんね、コメント欄はチャットのみ、そう、チャットのみにしちゃいました、はい、はい。ユーストリームのね動画、え、キレキレなの、キレキレなんですかね、してないよ、あ、やっぱ、はい、はい、ね、はい、すごいですね。あ、鳥海先生ありがとうございます。鳥海さん、千葉の内科医、はい、じゃない、ダフで小児科医、ね、ダフで一緒でしたね、はい、そうです、ね、ダフにも出ていただきましてね、はい、ありがとうございました。福島さん、ダフでありがとうございましたということでね、ありがとうございます。はい、え、コーチョさん来てんの、あ、本当だ、福島さんこんばんは、昨日はサービスお買い上げいただきありがとうございました。はい、母ちゃんさん何繋がってんの？いや、まあ、ちょこっとだけ、はい、それどうやるんですか、そのチャットは？え、これユースト。あ、ユースト、あ、うん、ユーストの方もねたまに見に来ます。 DVD 欲しい、シェアしました、もこちゃんありがとうね、ということで、さあ、たくさんの方がねシェアしてくれますけども、はい、もうこのままね番組終わっちゃってもいいぐらいですよねすごい盛り上がり方ですね、はい、ね、はい、ということでね、今日は朝霞シェアカフェ代表の福島さんですけれども、はい、福島さん何のお仕事してるかというと、シェアカフェの代表してる。あ、仕事は違う。仕事違うね。仕事仕事は仕事別ですよ。仕事何朝活仕事じゃないですよ。何でしたっけ仕事？仕事はね、接骨院を経営してます。接骨院を経営してるんですよ皆さん。何年？もう12年です。12年よ。今3年持たないんですから、それを12年ですもん。素晴らしい。なんでか知ってますか？何が？ほとんど一人でやってるからですよ。あ、まあまあまあ、でもそれでもね、お客さんが来なきゃ続かないわけだからね、はい。お名前なんていうんですか、接骨院。あ、上荻接骨院って。上荻接骨院、上荻町にあるだけなんです。 どこ上荻町って。荻窪の近く。荻窪です、皆さん、荻窪の近くの方、荻窪駅の近く、ですね、荻窪と西荻の間、荻窪と西荻の間、はい、西荻接骨院。違います。あ、なんだ、神尾木接骨院、間違いないよね。多分ガチでですね、神尾木ってカタカナで入れるだけで多分出てきちゃう。マジですか。上位出てきちゃう。神尾木接骨院、皆さんね、12年ですよ、ベテラン、はい、もうね、ぜひね、でもあれなの、やっぱりお得意さんっていうか、もう誰にどんな仕事を提供してるかって言ったら、やっぱり僕、自分の接骨院の周りに住んでる人をこう中心にやってるので、だからあんまりこう自由が丘 FM でもそんなに言ってないんですよね。そうなんだ、はい、もったいない。あ、でもそうか、周りの人なんですよ、ま、周りの人。でもそれでいいわけでしょ。それでよくて、だいたい今12、3人がマックスなんで、1日見る患者さんの、うん、それ以上増やしちゃうとこうなんか質が落ちちゃうので、僕逆にそんな大きくしたくないなみたいな感じ、ね、これが続いてるね、はい、あれかもしれないね、まあ、そんな感じですね。なるほど、かっこよく言うと、はい、でも接骨院なんだけど、もともとは SE。あ、元は SE ですね、懐かしい、ね、20年前は、はい、20年前 SE ですよ。大学卒業して、大学卒業して就職に失敗しまくって、で最後、まあ、大手流通の会社の
就職試験に引っかかって SE です。 SE これじゃない、この方が SE ですよ、元。それで接骨院って全然結びつかないけど、なんで接骨院になったの、はい、ですね、やることがなかったんですよ。それだけなの。でここで話した方がいいんですか。ね、あ、じゃあいいです。長いですよ。あ、長いの。長いです。まあ、ざっくり言うと、ざっくりでいいです。なんで SE と接骨院がつながるかっていうと、SE 辞めた後に、なんで SE 辞めたかっていうと、人間関係で引っかかって、あんまりやりたくなくて辞めてしまって、次の就職活動がうまくいかなかったので、独立したいと。で、独立するには何が一番いいかなと思って、接骨院って選択肢があったんで、そこに飛びついただけです。なるほど、はい、転職失敗したから仕事を自分で作ったっていう感じですよ。素晴らしいですね、はい、うわすげえ、あ、渡辺志保さんすごい、すごい、今何を分かったのって、ね、このコメント欄すごいな。上荻接骨院が、コメント欄席巻してますけどもね、今ね、すごいですね、皆さんありがとうございます。はい、すごいすごいですね。そうなんですよ、うわすごいね、みんなよく出しましたね。まあ、確かに接骨院どうにしてやると結構トップで出てきちゃうぐらいのいいなんで、すごいね。これなんだろう、あ、はい、僕の朝シェアカフェのね、リンクも貼ってくれてありがとうございます。はい、上荻接骨院すごい、なかなか僕言わないんですかね、接骨院ね、本当にね、僕言わないんですよ。しおちゃん6月3日仕事だけど、あれ仕事だけど行ける、ん、これどこだっけ、仕事だけど行ける時間だな、だって。マジですか、来てよ6月3日、はい、頼みますよ、お待ちしてますよ。このトップページのイケメンイラストはね、あのイラストレーターに書いてもらったんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。ちなみに Facebook の僕のアイコンは、うん、実はジブリスタジオの人に書いてもらったんですよ。嘘、本当ですよ。はい、なんで知り合いなの。ちょっとした、はい、あ、だけどもうやめちゃってますけどね。言っていいんですよね、これね。いや、名前出していいのかな、うん、はい、ジブリって言えば小金ですか。ここはないですよ ね近くですね、うん、ジブリでこの間うちのかみさん、ね、はい、宮崎さんに会ったんですよ。あれ言ったっけ、これ今ね、宮崎さん偶然、あのスタジオジブリ小金にあるんですけど、うちのかみさん自転車走ってて、あ、スタジオジブリの近く通ったら、車、いつも見てる車ちょうど入るとこだって、うん、あれもしかしたら宮崎さんかなって、ちょっと止まってますから、うん、車から降りてきた宮崎さん。でうちのかみさんが、あ、いつも作品見て感動してますって言したら、宮崎さん、あ、それはどうもありがとう、ではって言って入ってって、映画のシーンみたいだった。言ったかな俺、まあいいや。けどあの映画監督とアニメの監督もうちの患者さんで来てます。あ、本当。これ守秘義務で言えないんですけど、結構有名な人です。あ、本当に、はい、誰、あ、言えないのか、はい、あ、そうか、あの王監督っていう、いいから言わないで、はい、はい、ね、ということで、まあそれでね、接骨院を12年間やってるんですけども、主役朝活、はい、朝活はどういう理由、原因じゃない、どうして始めたの、原因ですね。事故、どういう理由で始めたの。事故に、これも事故つながりで本当よくて、もともと行ってた朝活がありました、四ツ谷に。でそれがなくなってしまって、で他に朝活というもの当時なかったので、じゃあ自分たちで、何年前、6年前ですね、うん、ちょうど2011年の頃だったので、2011年の頃にそれがあって、でなくなっちゃったので自分たちでやろうってことで、うん、ずっと続いてます。へえ、はい、で自分で始めて最初から来たの、最初はもうちっちゃく10名ぐらいからやってって、でだんだん徐々に広まっていった感じです。ちなみに今朝かつシェアカフェは宣伝はどうやってやってるんですか。はい、宣伝はですね、Facebook とあと外部の、そういったイベントとか、あとはこういったその、あの、学びの場、ポクチーズみたいな、ポクチーズみたいなやつとか、うん、学びの場みたいなのがあるので、そのサイトに登録しまくったりとか。結構いくつぐらいしてるの。いや、だいたい4つぐらい、4つぐらい、4つぐらいして、あとはなんだろう、バナー広告有料の、有料やってるやつ、やってるの。あと Facebook の広告もやりますよ、Facebook ページのね、ページのやってんだ。一人ぐらいしか来ないですね、あれはね。でもまあ安くできるからね、あれね。うん、ですね。どっからしまくんだろう。あ、やっぱりけど Facebook のやっぱりこう自分たちのグループページがあるので、そこから来る人が多いですね。シェアカフェの？シェアカフェのグループページ。それは参加者？参加者700人ぐらい登録してる。すごい。あ、ごめんなさい、600人か。すごいよ。それでも少ないですよ。1割いかないので全然。だって。Facebook のグループページが600人。
なんですよ、うん、600人いて告知しても結局来る人はまあそこから、いやまあそれはそうだけど、うん、でも600人のグループってすごいよね。そうですかね、うん、あれ呼んでませんでしたっけ水越さん。俺知らない。あ、知らない。シェアカフェ入ってるかもしれないけど、ねえ、まあそういうグループを作るっていうのはすごく大事で、はい、Facebook を活用するにはもうグループですよ、はい、ね、グループ作ってそこでみんなとコミュニケーションしてね、うん、それすごく大事で、はい、さ、ちゃんとやってるわけですね。あ、大橋さんありがとう。接骨院で働いたことがありますが、すごい人ですね、大変なお仕事ですよね。すごい人ですね。何やってる方ですかちなみに。大橋さん何でしたっけ今お仕事、ね、ちょっと書いていただけると、接骨院で働くってなかなかないですよね。ないですね普通に。あ、カエさん自分で仕事を作るっていいですね。ね、あ、あ、ゆうこちゃんね、神田ゆうこちゃんありがとう。今から聞いてます。ありがとうございます。ジブリ福島さん、何者なんだろう、何者なんだろう、ね、ミステリアスですね。あ、でもゆうこちゃん初めてじゃない、コメント嬉しいな、ありがとう。ジブリイケメンしおちゃんね、ありがとう。カエさん、福島さんが朝活の人だと知りませんでした。本業の方を認識してました。ああ、でも朝活で有名、僕なんかはどっちかというと接骨院より朝活だからね。朝活ですね。あんまり言わないですね、僕接骨院って。でもこの接骨院やりながら自分が骨折したという ね、 ね、はい、有名な話が。有名な話です、ね、いつでしたっけあれ。あれ3年前ですね。もうあれは3年前です。2年前だ。止めるあなた ね、 ね、そう、止めるあなた止めるあなた、わかんなきゃいいんだけどさ、あれは3年前、あ、はいはいはい、止めた歌なんですね。ちょっと打ち合わせと違くて、あの、また緊張しまくってます。で、ね、はい、あの3年前、はい、どうしたの。3年前に青梅街道を走ってたら反対車線からバイクが出てきて、それを避けようと思って転倒して骨折しました。はい、すごい事故だったんでしょ。すごい事故です。 どういう状態だったの。ですね、左半身鎖骨がワイヤーでないとつながらないぐらいで、あと肋骨4本と肺が萎縮しちゃって穴が開いて肺損傷でした。やばかったんじゃないの。いや、やばいですよ普通に。普通にね。いや、命が、命は後続車両が来てたらなくなっちゃってたけど、そうじゃなかったんで大丈夫です。そこで、でも何、どのぐらい入院してたの。いや、入院期間、入院期間はその手術とかが入っちゃったんで早計で1週間10日ぐらいかな。はい、そこから見事にカムバックして、はい、ね、接骨院が骨折してまた接骨院をやると。そうだから、患者さんの痛みが分かるんですよ。うまい、ね、さすが。そのために自ら、はい、そうです、ローリングして、ね、ローリングして、骨も折りましたけど心も折れてました。うまい、うん、さよならそして重要なことがありますよ。何、話の骨も折ってますうまいなぁ、ね、ということでね、コメント来てますよ。え、何これ、どっか、ちょっと待って。あ、村井さんがね早く朝活、あ、婚活 TV にならないから、ちょっと待っててね、婚活、ちょっと待っててね。いいですね婚活、はい、作りましょうかね婚活 TV。 西荻の駅から数分歩いたところに約40畳近い広い部屋もあるスタジオがあり、たまに行ってます。すごい。あ、そ、あ、スタジオね。米谷さん、ギター弾きだからね、はい、あ、分かりましたね、場所、うん、場所分かります、分かります、分かる、分かります、分かります、分かります。しおちゃん、バス通りですね。肩と肩甲骨がパンパンなのでほぐしていただきたい。どうですかこの人。いいですよ。あの、女性も男性もいいの。もちろんですよちょっと待ってください、女性も、あの、痛いければ誰でもいいですよ、大丈夫ですよ女性だけとかないですから。ないの。いやいや、ないないない、女性だけっていうか男性専門とかじゃないの。ないないない、それももっと危ないじゃないですかめちゃくちゃ危ないです ね、はい、ぜひ来てくださいってことでね、はい。神田優吾さん、小学生の肩こりってなんとかなりませんか。ランドセル病かな。小学生の肩こり、これはあるんじゃないですか ね、 ね、鍼灸師の方でしたね、さっきの大橋さん。あ、そうなんだ、すごい、調べたの。いや、今書いてありましたよ。あ、本当ちょっと待って、これ
このみちゃん、シェアカフェ、チアカフェって聞こえて、あ、そうね。チアカフェいいね。応援するカフェかもしれない。ものすごく嬉しい。ね、かわいいな。しおちゃん、婚活 TV は村井さんがやったらいいのにね。その通り。出ますよ。出ますよ。村井さん出ますよ、婚活 TV。あとでここ一人入るからね。はい。ゆうこちゃん、ね、だって、もうこれ見にくいんだよな、ちょっとごめんね。もうね、コメントがね、来るとね、どんどん上いっちゃって、ごめん。ちょっとこっちで見る。ね、ちょっと待って、どっからだこれ。はい、ちょっと待ってね、はい、だいぶですね、あれこれだいぶあの炎上してますね。炎上してないって炎上いいですね。夏先取りのような番組ですね、うん、炎上してないから大丈夫。ああ読めた読めた。ねちょっと待って、これ本当読めないんで、ちょっと待って。もういいや。福田理恵ちゃん、大事故からの復活、すごいですね。いやもう、復活するしかなかった。本当にまずかったんですよ。本当に復活ですよ。かっこいいな。上山さん、福島さんって、草薙剛君に似てますね。ありがとうございます。言われる？昔髪の毛短かった時、今はだけどそんな言われないです。あ、そう。あ、嬉しいですね。ジャニーズですからね、一応。いい男ってことよ、だから。嬉しい。ストークしますよ。ストークしますよ。まずそこ行くかな。はい。ね、お前さん、鍼灸師です。ああ、すごい。ね、なるほど。素晴らしい、なるほどですね。そう、接骨院に働いてたってことは、まあ、つながりある。そう、つながり、ね、よく鍼灸師さんもいます。うん、あの古市さん鍼灸師ですよ、本の。あ、そうなの、うん、同文館出版の。そう、同文館出版の古市さん鍼灸師で青学出たったんで。あ、なるほど。個人的にメッセージもらったんですよ、なんか。はい、このみちゃん、患者の痛みが分かる接骨院、話の 骨は折らないで。折らないで。はい、すいません。つぎますから大丈夫です。お、うまい、はい、どこまでもうまいんだ。あ、わざとらしいじゃん。上山さん、女性限定だったら怖い。男性ですよね。男性限定ってことですか。舞ちゃん、男性限定でも怖い、はい、だ誰も来ないじゃないですか。男も女も怖かったら誰も来ないじゃないですか。米山さん、いかがわしい接骨院。そうですよ。乗ってきたぞみんな。そうですよ。しおちゃん、男性専門、新宿3丁目じゃなくて2丁目系ですか。そうで、あ、そうじゃない、うん。上山さん、舞ちゃん、ほんまやね。あ、磯部和夫さん、なにこれ、あーなーまーあ、生放送。あ、生放送ね。そうです。はい。生放送です。まいちゃん、のりこ、ね。まだ女性限定の方が福島さんなら納得いきます。わらわらわら。ね、はい。来てくださいね、じゃあ、はい。来てくださいね。で、本当にね、福島さんとかはね、はい、評判いいですよ。近所の方に。知ってるんですか、誰か言ったし。いや、多分。多分ね。予想ですね、うん。予想ですね。いいと思いますよ。で、でね、福島さんは実は今まだご結婚はまだ、うん、あ、婚活 TV につながるんですか、はい、はい、してないんですよ。いや、おいくつなんですか今。今は40代です。何それ。40代、もう2度目の成人式超えました。はい、40代。言っちゃいけないの。言っちゃいけないんですよ、もう。あ、マジで。マジですよ、もう。まあまあ、だけど40代です。40代前半ね。前半44の下ぐらいですよ、ね、44の下ぐらい、違う、近いで、はい、結婚したいの。いや、したいですよ、それは。え、女性でいいの。女性も男性も真ん中のジェンダーな感じで。いや、嘘ですよ、嘘ですよ。僕死ぬほど女性好きです。女性大好きです、すいません。あ、ね、女性と結婚したいですよ。はい、はい、でもなんかそういう縁がなかったの。縁ないですね、なんかいつも逃げられちゃう感じなんで。好きな人は今まででもいたんでしょ。いや、もうみんな好きですよ。コメントくれたし、みんな好き、もみんな好き、大好きですよ。僕すぐ恋愛体質なんで、すぐ好きになっちゃうんですよ、あなたのことが。なわけないですけど、結構人を惚れやすいタイプですよ、ね、惚れやすいタイプ、うん、めちゃくちゃ。だもしね、はい、今、独身女性の方がもしね見ていてくださったら、はいはい、まあ、40代前半で。前半40代じゃなくていいですよ、だから。いやいや、違う違う違う。40代前半の男性で、はい、ね、
お金持ちで自分で仕事してて、お金持ってない、好きなことをね何でもしていいよって言ってくれる男性がもしいたら皆さんどうしますかと。ちょっとそれ訂正でいいですか。何、僕は、男性の中でも 3T って言われてるんですよ。何 3T 何だと思います。 T3T って言われてるんですよ。 3T、はい、T 足りない、足りない、あ近い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 、足りない、足りない、冷たい、冷たい、冷たい、はいはいはい、 TSU で、はい、近いですね。分かんねえ、なんだろう、僕あの 3T って呼ばれてた周りから。なんでかって言ったら、まず1個目がさっき高収入って言ったじゃないですか、うん、低収入です、はい、低収入、うん、2つ目の T はですね、低俗です、僕低俗ですよ、ああ低俗な男です。3つ目は友達がいないんですよ。いやいや、まあ友達がそんな多くたってね、友達いないんですよ。いやもう米谷さん書いてるし、その通りですよ。今言う前に書いてるし、あ、はい、手も、はい、これでは 6T になっちゃいますよね、はい、ね、そうなの、まあ、そうですよ、本当そういうぶってるんでしょ。そういや底辺ですもん。いやいや、でもまあね、草薙剛ですから、はい、底辺の中でも頑張ってるってことを今日自分 TV で伝えたかったですね。舞ちゃんがね、女性も OK になったら行きます。いや来てくださいね、もうどんどん来てください、ね、舞ちゃん行ったらみんな行くよ、みんな行きますよ ね、ファンに殺されると思うんですけど僕、はい、ファンに怒られますね、はい、美女であれば性格どんなんでもいい福島さんって村井さん、失礼なこと言ってますよね。いやいやいや、その通りですよ。え、そう、ビジュアル命ですよ。顔が命、本当にそうなんだね、うん、はい、まあ、そこは本当らしいです、外見命、はい、母ちゃんさん、女性でいいのってね、はい、島川さん、みんな好きってかっこ笑い、ね、みんな好きですよ。米谷さん、さすが当たってる、はい、あ、島川さん、低収入だけ書いてます。低収入ね、この低収入じゃなくて、あの低い方の低ですからね。あの神田裕子ちゃんね、すごい頼りがいがある、力がある、尽くす、うわ、なんて素敵な人なんだろう。そういうあの女性が欲しいね。おっと、サンティ、新たな、もうすぐサンティが欲しいね、頼りがいがある。神田裕子ちゃん、ご指名ですよ。はい、いいですね。だけど、あの彼女は結婚してますからね。残念ながら。残念ながら結婚してます。うん、でもね、島香ちゃんね、友達がいないって言うけど、大体の男はね、本当は友達なんていないですよ。いや、深いですね、それは。いや、いるように見えて、みんなそんないないんですよ、友達なんて。まあね、周り仕事してる仲間とかそういう友達、そういう仲間はいますけど、やっぱり友達って本当にね、1人とか2人じゃないですか、本当に、うん、僕とじゃあ水越先生の関係はやばいでしょ。やばい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 、まあ、友達以上恋人未満、あ僕あの違いますね。何、まあ、あの 3S ですよ。何 3S、はい、すごい人、うん、1個目ね、うん、3S、 水越さん 3S、 1つ目、今噛んじゃった、また1つ目がすごい人、うん、すごい人、2つ目が尊敬できる人、尊敬できる人、3つ目なんですかね、3つ目が、はい、素敵な人ですよ。もちろんそうですよね、ありがとう。だから友達っていうその枠じゃないんですよ。だから今日メディカツってこの憧れのテレビの中で同じフレーム、この要は底辺の男と同じフレームに入ってるので、もうすごく心が痛いですよ、もう。なるほどね、なるほどってそこ否定するとこですよ。いやいや、はい、否定、はい、どうぞ。はい、なんでもう一回同じことですか。はい、ということでね、今ジングル流れましたけど、さあ番組はまだまだ続きますけれども、はい、ちょっとねユーストの方もコメントが来てるみたいなので、ちょっとユースト、はい、ねすごいいっぱいコメントしてますね。あ、松永さんね、こんばんは。こんばんは。福島さん、今夜も楽しみですね。ありがとうございます。あの富山で、あの自分 TV やっぱりやってる。2回目ですよ今日。さっきも言いましたよ。あれは長吉さんでしょ。あ、そうだそうだ。これ松永さんもう一人いる。もう一人、あ、はい、すいません、はい、いえいえ、富山で2人やってるんですよ。2人やってるんですよ。鎖骨と何これ、はい、肋骨、はい、折れて肺が潰れるってよく生きてましたね、はい、そうですよね、生きてますよ、嫌なやつほど長く生きるんですよ、はい、うん、ヨネさん、俺も40代ではあるが俺は年齢は言っちゃいけない理由はない、はい、ね、もこちゃん若いっすって、
ってるよ。若い誰ですか、もこちゃん。もこちゃんってあの千葉で、あなた応援 TV っていう自分 TV されてる、もうこのもこちゃんもね本当に元気で明るくてね美人でね、本当にね。なんでそんなモテるんですか水越さんは。いや別に俺がモテてるわけじゃないから全然ね、もこちゃん独身ですが子持ちで対象外ですか。ああなかなかな。一人いらっしゃるんですよ。マジですかと。僕も子供になりますよ、こういう感じでしょ。次男になっていいですか、次男に。何だそれ。ね、もこちゃん同志だって言ってますけどね。あ、かのんちゃんありがとうね。ありがとうございます。今、着席なのですということでね、Facebook の方もコメントくださいね。よろしくお願いします。低俗でかっこ笑い、笠原さんありがとう。なんでこれだ、しおちゃん低収入、低俗、友達がいない、メモメモってなんでメモするんだかよく分かる。メモするところですよね、これね。ね、かーちゃんさん低収入、低収入ね。あ、定まった収入って書いてますけど。そうだからさっき言ったじゃないですか、低い方ですよ。低い方ね。低い方、はい、底辺の底ですよ。あ、かいさんもね、女性も友達少ないと思う。だからみんなそうなんですよ。みんなそんな友達っていうのはそんな多くないと思います。で、タモリさんも言ってたもんね。友達なんかほとんどいない、いらないんだよっていらないね、言ってた。欲しい友達。友達欲しいです。笠原さんね、褒めるときに、褒めるときに噛む、かっこ笑い。ね、すいません。村井さん、楽しい。ね、ヨネヤさん、僕子供になりますよってどんなプレーですかって。子供ですよ。いやでもね、はい、ぜひ僕は結婚していただきたいなと思うんですけども。本当ですか。はい。でもなんかそういうのはやってるんですか、婚活みたいな。やってないですよ、全く。だって結婚したいんでしょ。でもしたいけど、したいですけど、なんか今年ちょっといろんなことやってて、あ、そういう婚活イベントとかそういうのは全然行ってないですし。そうなんだ。はい。ちょっとなんか喋っててくれる？あ、わかりました。ちょっと喋っててくれるということで、うん、じゃあ6月3日の宣伝しましょうかね。はい。見てる方いいですか？この水越先生が6月3日、はい、新宿3丁目ホテル立品で朝活をやります。で、どんな朝活かって言ったら、この見てる方は多分動画の配信ということをものすごく意識してるというか興味あると思います、うん、で一体どんな動画の配信の仕方があるか、うん、LINE ライブとか Facebook ライブ、Ustream、ね、その他もろもろフレッシュさんもあるんですけど、うん、自分が何を発信してどういったその動画の配信形式がいいか、こういったことをですね、このメディア界のドン水越先生が直にあなたに教えてくれます。だからもう ねどのこうなんでメディアの先駆けでもなく本当にフラットな状態で言ってくれるので、やってみたい方ね、もう特にブログやってる方、これからは動画時代です。ぜひ6月3日新宿3丁目ホテル立品に遊びに来てみてはいかがでしょうか。2名様今日抽選で無料ご招待が入ってますんでね、ぜひぜひぜひ遊びに来てください、はい、どうですか準備の方は、はい、まだですけども、まだですか、あとつなぎますか。2名もしね、はい、6月3日来たいっていう方いたらぜひコメントくださいね、2名の方ね、はい、でしかもこのね、この朝活シェアカフェ学びもシェアするんですけど、実はねここにはですね結構いわゆる意識高い系のお兄さんお姉さんたちもいっぱいいらっしゃいます、うん、で学び以外にも参加者同士の縁もつなぎますんで、ぜひぜひ縁と学びが欲しい方、わずかね1836円で参加できますんで、ぜひ遊びに来てください、はい、なんとこれ、ね、6月3日、朝活やる前、僕がいつも前説をやってるんですね。福島の前説を聞きたい方もぜひ遊びに来ていただけると嬉しいかなと思っております。素晴らしい、はい、ありがとうございます。で今ちょっと話ありましたけども、はい、今日これ皆さん見てるのは Ustream と Facebook ライブ動画ですけども、ライブが今すごい旬なわけですよ、はい、ね、さっきも言ってましたけども、はい、Facebook ライブ動画ね、はい、ライブやってるじゃないですか。 LINE ライブね、 LINE もライブ始めました。 YouTube ライブも前からあります、はい、ね、Twitter のね、ペリスコープとかね、もうアベマ TV、 それでアベマフレッシュね、やってらっしゃいますよね。もうとにかくね、みんなライブなんですよ今。でライブっていうのは編集加工できないじゃないですか。ありのままを伝えるっていうことで、
信頼性が高いんですよね。でそういう番組を定期的にやるということで、その人自身を信頼してもらえるということなんですよね。だから私も7年間やってきて8年目に入りましたけども、この366回ですけども、これやってるってだけでね、皆さんからねやっぱ信頼してもらえるんですよね。だからね、今さっきもお話しましたけども、岩崎宏美さんとか北原さんなんかにもね出ていただきましたけども、ですからぜひですね、で今ね簡単に始めることがとりあえずできます。簡単に始めることができる、それをやり方なんかもね、こうやってやるとこういう効果が出ますよっていうようなこともねお話しさせていただきますので、ぜひですね6月3日9時10分から、場所どこでしたっけ？新宿三丁目です。新宿三丁目、はいね、ですから近いですから、新宿三丁目ぜひね。これ予約とかいるの？あ、もう、じゃあ今見てる方ね、はい、あなたです、Facebook、はい、僕のところにコメントいただけたら、しっかりですね、まあ、そこからナビゲートしていきますんで。コメント？メッセージ？メッセージです、はい、メッセージ、はい、いただけたらナビゲートしていきますんで、一言福島たけるさん、たけるさんのところ、僕でもいいですよ、あ、僕のところのメッセージでもいいですから、はい、どっちでもいいです、はい、お問い合わせください、うん、よろしくお願いします。ナビゲートしますんで、うん、まあ何はともあれ今おっしゃってましたけど、とにかく今メディアの媒体がたくさんあるんでね、 その特徴特徴を聞いていただくといいんじゃないかなと思います。あと何を放送したらいいかわからないって人もたくさんいると思うんですよね、うん、一体私は何を放送していいのかっていう相談も受けていただけますか？もちろん、もちろんですよ、もちろんです、はい、ね、ぜひですね、はい、これですね、せっかくなんでね、はい、ぜひですね皆さん、そのあなたが今思ってるお悩み、6月3日水越先生が叶えてくれます。叶えてくれるんじゃなくて答えてくれます、はい、ね、夢を叶えてくれます。悩みを叶えちゃいけないよねぜひですね、悩みを叶えるじゃなくて答えてくれますんでね、ぜひですね解消してくれますんで、悩みに答えて夢を叶えます。いや、悩みに答えて夢を叶えます、はい、あなたの夢は何でしょうかね、はい、ぜひですねぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。実を言うと私もこちらのシェアカフェ参加するの初めてなんですよ、はい、だそれも楽しみだし、はいはい、ということで、それこれっていうのは終わったらみんなすぐ終わったらですね、有志だけ、まあ、集まってお茶会とかあるので、ああ、やりましょうやりましょう、ぜひね、はい、来ていただけるといいかなと思いますね、はい、楽しみ楽しみ、うん、はい、コメント来てますよ、はい、コメント今日すごいですね、ね、すごいよ、はい、うーん、コメント今コメント読んでる最中です、ね、笠原さん、ゲストにぶん投げる水越先生ね、ありがとうございます、はい、生ならではですよ、はい、福島さん、高学歴ジャニーズ系全身スケベ、本当モテる、本当はモテるね最後にこう言われてもね、まあ、モテないですけど、ね、あ、米谷さんありがとうございます、シェアカフェの、ね、リンク貼ってくれました、あ、ありがとう、米谷さんいつもありがとうございます、ね、米谷さんは ね、こういう気遣いが半端ないからね、さすがエクセルですよね、エクセル使いですよ、はい、まあね、エクセレントですよ、エクセレント、はい、カーチャさん、婚活写真撮る仕事したいんだけどどうすればいいの、婚活アドバイザーに聞いてみたら、うちのお客さん写真撮られるのが嫌がるんですよねと一蹴されました。あ、なるほどね、てか、ね、婚活写真って いわゆるお見合い写真ですよね。いや、だから婚活パーティーの時の写真撮るでしょ。あ、そういうことか、それはちょっとみんな困るよね。ああ、そうなん、それはまあ確かにね、うん、みんな仮面してんじゃないの、こうやってしてない、それ違うパーティー、違うパーティー、違うパーティーです、それ顔隠してるような感じがそれはまずいでしょいや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 、はい、あ、ね、笠原さん、投げ切る福島さん投げ切りますよ、塩ちゃん、トークうますぎて口説いても女性が本気にしないんじゃないかな。あ、そうですか、そうですか、そう思われてるのかも、もしかしたら、うん、トークうまくないですよ、黙ってますからね、結構ね、母ちゃん、その日は運動会より、はい、鳥海さん、福島さんの告知すごく響きます、響きます、すごい、鳥海さん、さすが子供慣れしてるから多分あやされてるんでしょうね、きっと、いや、うまいな、鳥海さんがうまい、鳥海さん、鳥海さん、翔ちゃん、意識高い方じゃなくて意識高い系の方が多いんですか。多いですよ、僕以外は。はい、あ、リアクション薄いですね。いやいやいや、米山さん、さすが福島さん、間を埋めた、うまいね、そう、ライブが旬ですよ今ね、神田さん、うちの前の小学校は今週末、あ、運動会ね、運動会、
しおちゃん、あそうね、はい、あゆうこちゃん、あ悩み相談したい、来て来て来て、ね、運動会、いや運動会じゃないから、運動会、運動会があるんでしょ、だってあそういうことね、運動会の悩みかと思って違う、何でもお答えしますから、メディアアドバイザーですからね、はい、神様仏様ヨネヤ様、そうこれがねセオリーね、はい、ということでね、皆さんねたくさん、シェアしてくれたかなと思ってますけども、今日はもう一度言いますね、シェアしてくれた方、この今皆さん見てる Facebook の画面の右下にシェアっていう、右下にねシェアっていうボタンがあると思います、それをシェアしてくれた方、あとでね誰がしたかと全部わかるんですよ、その代わりね公開設定してくれないとちょっとわからないんですよね、友達のみになって、私と友達じゃない方はちょっとわからないんで、それは申し訳ないなと思ってるんですけども、シェアしてくれた方の中から1名の方にこのウェブ集客の専門家の杉浦さんね、久明さんのライバル店から抜け出す7つの実践型サロン集客術という、このDVD を4枚1セット、4枚ね、24,800円です。これを差し上げたいと思いますんでね、うん、この番組中に、決めちゃいますから。そしてなんと今日のゲストの福島さんねからプレゼント、ちょ、あこれ持ってます、はい、何かというと、もう一回繰り返して言いますよ、しつこいけど、はい、どうぞ。どうですかね、今もう一回こう大事なことを言いますけど、動画に興味ある方、一体誰に向かって自分はどんな媒体で何を伝えたいか、これ迷ってる方めちゃくちゃ多いんですよ。これをあのメディアのドン水越先生がですね直接悩めるあなたにお答えします。どんどん夢叶えちゃってください。以上です。はい、ということで、ですね、まあ、皆さんシェアしてくださったかなと思いますけれども、そう、あ、そうメディカツシェア対象を狙うなら公開してたら全体公開してくださいね、よろしくお願いします。さあどのぐらい、ちょっと待って、シェアしてくれたかちょっと今見てみたいと思いますので、ね、はい、もう繋いだ方がいいんですか。いや繋がなくていいです。大丈夫ですか、はい、これは別に無音になっても全然放送事故じゃないのであシェアね今ね10あ20件になった。うわすごい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごく嬉しいですね。嬉しいですね、シェア20件になった。じゃあ今日はね20人のうちからお一人の方にプレゼントをしたいと思いますんでね。どうやって決めるんですか。ね、これねちょっとこれから抽選しますね。いやなんかドキドキしますねなんであなたがドキドキするの。だって僕シェアしましたから。あそうか入ってるね。ドキドキしますよ。あ入ってる入ってる。20分の1ですよ。はい、映さないんですかこれは。今ね準備してるから。はい、はい、今準備してるそうです、はい、ちょっと待ってね。いくらでしたっけこの DVD を。24,800円。24,800円が20分の1ですよ。20分の120人に1人当たるみたいなんでね。なんかいいですね。何言ってんの。いいですねこうDVD4 枚ですよ。なかなか買わないですかね、4枚は、ね。FM 自由が丘の時はさ、はい、黙ってるってことないでしょ。もう喋りまくりですよ。喋りまくりですよ、ね。怒られますからね、普通に。何秒か黙ってると。そうね。これは大丈夫ですから。大丈夫ですか、はい、はい。ルネット。ね、全福さんありがとう。今帰宅しました。遅くなっちゃいました。大丈夫、全然大丈夫ですよ。全福さん、こんにちは。先輩なんですよ。全福さんも青学なんですよ。あ、そうだ。先輩なんですよ。はい。じゃあシェアした人ね、これからシェア対象を抽選で選びたいと思います。シェアね、あ21件になってる。わあすごい。もうこれで終わりね、21件で終わり。じゃあ21の中から選、みんな公開設定にしといてね。じゃあ行きますよ。21名の中から誰がなるんでしょうかね。いいですね、はい、パチンコでリーチ目が入ったみたいな感じですよね。はい。ちょっと待ってね。画面注目してください、見てる方。はい。これね、音もちゃんとなるからね、ちょっと待って。すごいですね。音聞こえるか分かんない。ここに、今、
1から21までの番号が出てますね、はい、でここで上の三角形の止まった人の番号のところに今シェアこっちで確認するとね誰がシェアしたか出てくるんですよ。その上から順番でその番号のと当たったところの人にシェア対象したいと思いますんでね、はい、はい、ということでじゃあ行きますよ皆さん、用意はいいですか、はいはい、画面注目です。画面注目、さあカラフルな色ですけどね、すっごいやりづらいんだよねこれ。持ちましょうかじゃあ。ちょっと待って、あ、あ、大丈夫大丈夫、はい、ちょっと待ってこうか、大丈夫でしょうかね、はい、ちょっとピントが合わない。一体誰があの伝説の 24,800 の DVD をもらえるんでしょうかね、はい、あ、さあ行きますよ、ドキドキしますね、はい、スタートしますよ。あ、押すんですね。お、音がドラムロールが鳴ってます。いいですね。さあ、おっと、何番ですか、ね、何番、10番、10番、10番の方、10番の方です、ちょっと待ってくださいね。じゃあ今10番の方をちょっと探しますんでね。10番の方ちょっと待ってくださいね。すごいですね、このなんかあの10番、本当にけどこの番組あのなんかエンターテインメントをかなり含んでますね。本当ですか、はい、10番、ね、10番ね、ちょっと待ってね、10番の方ですよ今やりますんでね、はい、10番。さあ誰に当たりますかね。米山さんドキドキ、最後から10番目の方になってますけどね。違いますよ米山さん、違いますよ、はい、ちょっと待ってね、10番シェアする、シェア21件、今な何番だっけ、10番です。じゃ上から10番目だよ、ちょっと数えていきますからね、はい、さあ今番号を数えてますね、はい、ここから1番ね、1番、2、2、3、4、5、6、7、あー、わー、抜けた、9、10、はい、10番、志保さんですね。渡辺志保ちゃん、おめでとうございます。渡辺志保さん、なんか志保ちゃん、すごい当たってる、すごい引きだわ。志保ちゃん、おめでとう。渡辺志保さん、おめでとうございます。渡辺志保ちゃん、おめでとうございます。たくさんの方がねシェアしてくれましたけども、はい、しおちゃんに見事、このですね DVD 当たりました、はい、でご興味のある方はですね、杉浦さんのウェブサイトでこれ購入できますからね。もうすごい役に、私も見させていただきましたけども、すごいヒント満載、目から鱗です。ぜひねお買い求めいただけたらと思います。はい、ということでしおちゃんおめでとうございます。あ、すごい喜んでますよ、しおちゃん。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、もうね、1時間ですよ。早いですね。でしょ、あ、上山さんもね、しおちゃんおめでとうございます。ということでね、はい。しおちゃんすごい良かったねって村井さんもね、言ってくれてますけどね、ありがとうございます。どんだけね、こう、水越さんが、こう、水越さんが番組を盛り上げてくれなかった感じですね。僕、大事なこと言うとき、必ず噛みますよね。はい、水こう旬になっちゃうみたいな、お酒かよみたいな感じですよね。いやいやいや、本当にね、はい、いや、そうそう、それで、これね、はい、どんどん今からメディカスという番組じゃないですか、はい、で最後に、はい、ゲストの方に必ず聞いてることがあります、はい、福島さんの夢、これからの夢をお聞かせいただきたいんですけども。僕の夢ですか、そうです、朝活の夢じゃなくて、福島さんの夢。なるほどですね、うん、あ、なんかジングル、なんかあ、なんかやってましたよね、ジングル。あの、今ないんです。今ないんですか。ないんですか。今ないんですか。今準備しちゃいました、なんか。ごめんごめん。ぜひ。それでじゃあ生でね。はい。はい、じゃあ、僕の、福島たけると、朝活シェアカフェの夢について、うん、じゃあ軽くというか、じゃあ画面に向かってお話ししますね。はい、福島たけるは朝活シェアカフェを通してですね、やっぱりですね、あの自分の自己成長と、あとはですね、この朝活シェアカフェを通して、誰かと誰かつながってね、このつながったおかげって、あれって福島のおかげじゃんって言われたいです、うん、なんでかっていうと自己承認の欲求が強いからなんですよ。強いんですよ、うん、まあ、正直な話、朝活シェアカフェって別に営利でやってないんですね。もうギリギリの段階でやってるので、うんうんうん、
で誰かと誰かつなぐことによって自分が救われる、うん、実はあなたのためじゃなくて僕のためってやってるんですけども、それでもですねやっぱり、もう本当に誰かと誰かつながって、あれは朝活シェアカフェに行ったからだよねっていう噂が広まればなと思ってます。そして僕の夢というか野望はですね、朝活といえばシェアカフェって巷で流行るぐらいまでしっかりやっていきたいと思います。それが僕の生涯の夢です。素晴らしい、はい、ということで、はい、でもね本当にもうシェアカフェ朝活ね、シェアカフェをやって、はいね、6年でもこれ、ね、なかなか大変ですよ、はい、本当、はい、月1回とはいえね、これを続けるっていうのは大変で、はい、まあ、そこに集まる人ね、ゲストに出る人もそうだし、はい、まあ、福島さんがやってるからっていうことでね来てると思うんですよ、はい、で福島さんのあと素晴らしいところは、僕もそうなんですけども、うん、よくねその飲み会と称していろんな会を催してくれるんですよ。合コンです。なんだっけ、ちょっと早すぎる、なんだっけ、いや遅すぎる、あの何でもいいです、今ボケたんですけど、こう飛ばされてびっくりした。ごめんなさい、どうでもいいなと思って、何でしたっけ、ちょっと遅すぎる、ちょっと早すぎる忘年会とか、あとはあの、ちょっと早すぎる初期払いですね、初期払いとかね、次回初期払いですね、そういうのやってお声がかかるわけですよ。水越さんどうですか。で大体その著者の方がね中心に来るんだけども、うん、まあ、もちろんね著者じゃない人も来るんですけども、メンバーがすごい、うん、で僕はそこでもういろんな人とねつながることができて本当に感謝してるんですよ。いや本当にすごい出会い、うん、そこであるから、うん、でみんなもねそう思ってると思う。で福島さんあの人何の人なの、だって自分は全然前出てこないわけ、うん、でそこに集まってる人たちがみんな楽しんでつながって、それぞれがまたまあもちろんね仕事になったりとか、まあ、本出たりとかしましてますよね、うん、だからあのそういう縁をね作る場を提供してくれる。しかもやっぱりすごいのは、まあ、こんなこと本人言ってますけども、うん、全然自分出てこないですし、そこはねまた素晴らしいなと思ってね。だからあの出ていけないですあのメンバーには。いや出ていけないですよ、そんなことないですよ。だから本当にね、はい、あの誘われるの本当に楽しみにしてる人がねたくさんいますよ、福島さんの周り。そうですか、うん、でまあ、最近ランチ会やりましたよね。え、最近ランチ会やった。ランチ会やった、ね、ランチ会も楽しかったですね。そうそうそう、楽しかった、本当に楽しかった。はい、ということでね、あ、ちょっと待ってね、しおさん、もこちゃん、しおちゃん、しおちゃん家で上映会しようってますけどね、 DVD のね、勉強会してください皆さんね、はい、村井さんあと少しで福島さんビール待ってますね、最後の一踏ん張り ね、 ね、はい、このみちゃん福島さんって面白い顔ですね。はい、ああ面白い人ですね。ボケですよね今ね。面白い顔ですよ。はい。しおちゃん、福島さんって面白い顔。はい、あ面白い、ね。ありがとうございます。カーチさん、自己承認の欲求が強い。いやーめちゃくちゃ真理ですね。ありがとうございます。だって格好つけてもしょうがないですからね、僕なんか。はい。長吉さん、富山の朝活8年ね。つながりを作る朝活、はい、素敵です。もうあの本当長吉さん のあの回みたいにすごくしたいですね。みんな知ってますからね。富山の長吉さんの朝活は、うん、で僕話をさせてもらって、うんうん、でそれを機会に長吉さんも自分 TV を始めて、うん、朝活オンラインって言って朝活をあのその場に集まった人だけじゃなくてライブで全国、うん、世界中に届けようということで、そこでまた朝活を知る人が増えて、長吉さんも SE なんですよ。あそうなの。そうですよね、長吉さんそうですよね、 SE なんですよ確か。今か分かんないけど、そうなんだ。SE で彼は毎週やってますからね。毎週やってるから。ありえないですよ。すごいよ。本当すごい。長家庭大丈夫なのかなと思いますね。大丈夫みたいですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ねえ、だから長家さん。で今度6月11日は富山私行きますんでね。はい。まずは6月3日ですよ皆さん。6月3日。3日。朝霞シアカフェ私行きますから、19時10分からね、新宿3丁目ですよ。なんていうところだっけ、ホテル立科、ね、はい、で皆さんで朝活をやって、私がそこでねお話しさせていただきますけども、メディア、皆さんメディアの活用法で悩んでたらぜひ来てください。 Facebook でどうやって使ったらいいのとか、そういうところからお話、もし質問したら、ね、答えて差し上げますんでね。そして終わったらみんなでちょっとお茶でもね飲めたらいいなと思ってますんでね、ぜひよろしくお願いします。これあれ申し込みってどうするんだっけ。あそうか、福島さんに連絡するか、まあ、私にね、はい、メッセージでも構いませんのでよろしくお願いします。あ米山さんが初期払い楽しみにしてます。カージさん
みんないろいろ綺麗事言ってますが、根本は自己承認されたいこれです。まあでもみんなね認められてるって気持ちはそれありますよ。あ、ね、もこちゃん8月生まれの誕生会もお願いします。いいんですか本当にやりますよ本当にやってください、母ちゃんの早起きできる練馬区民とつながりたいです。あ、そうか練馬区民、はいはいはい。何村井さん、うん、福島さんの女性話が聞けんかった。メディカス放送倫理班か、はい、モザイクかかりますよ、ね、ちょっとあのこれ小学生から上は本当にねおじいちゃんおばあちゃんまで見てるので、どんだけ広いんですかちょっとねあの明るい楽しいメディカスなんで、はい、あのいつも村井さんと福島さん話してる話はもう今日は罰ということでね、はい、はい、ああそうね、ちょっと長尾さん違うじゃない、あれエレベーターの営業マン、すいません、あの勝手に勘違いしました、ね、今採用担当、ね、すいませんでした、ね、すいませんでした、ね、すいませんでした、はい、長尾さん、はい、すいませんでした、いいえ、ということでね、メディカツ、あ、シェア大賞も決まって、ただこのメディカツ大賞2人、決まってないので、もし行きたい方いたらぜひね、コメント、行ける方コメントしてくださいね、はい、当日は、ね、あの水越先生のハグも待ってますから、しまそれやって来なくなる人いないよね、大丈夫だよね、はい、逆にいっぱい男の人が、はい、男が来たら困る、2丁目から男の人がいやいやいや、ね、たくさん来ます、あ、このみちゃん、ローズの日の翌日6月3日は朝活シェアカフェね、6月2日はローズの日ね、3日は朝活シェアカフェ、よろしく、ジェンプさん、6月3日は朝活シェアカフェなんですね、いけるかな、別件の取材があるので改めて日程確認してみよう、会いましょう、朝活の会場でみんな、みんな ね、 そうですね、朝はしっかり、勉強しましょうね。つたちゃん、あ、上山さんちゃんと起きてんだ、よかった、寝落ちしてないんだね、はい、素晴らしい、はい、寝落ち、あ、はい、今日もねたくさんの方にね、シェアしていただきました、そしてコメントすごいコメントでしょ、今日すごいですね、人気ですねやっぱり、いやいや、福島さんが今日来るからですよ、僕は嫌われ者なのでそんなことないですよね、今日魅力十分伝わったと思いますけどね、いや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 、はい、いや本当これで女性ファンがね増えてね、本当ですか、逆に引いてますよ、いやいやいや、そんなことないですよ、はい、あのこれでね本当に福島さんのこと魅力あるなって思った人が勘違いでそう思った人が、はい、あの福島さんに近づいてくる可能性だってあるわけです、ね、メディカツ婚活ですか、メディカツ婚活はどうか分かんないけどね、でも福島さん本当楽しい人ですよ、口ではこういろいろ言ってますけどね、本当にあの真面目で僕は素晴らしい人だと思ってます、はい、僕今日ずっとやってて思ったのは、うん、いいですかこれ皆さんね、あのデニーズで打ち合わせしたんですよ、うん、そしたら今日この時点で朝活何回目って家ってすごい言ってたんですけど聞いてこなかったそれ結局あれだけ散々言ってて、もうあの朝活を6年やってるんですよ、はい、で何回ですか、78回ですよ、78回ですよ、はい、皆さん、はい、僕の時が そうだよね、はい、そうですね、僕の時が78回目なんですよ、はい、それだけやってるということでね、はい、ぜひその、6月3日いらしてください、よろしくお願いします、ね、でまたその先もね決まってるんでしょ、決まってますよ、7月8月も決まってますね、決まってる、7月がもうちょっとすごいいっぱいすぎて危ないんですけど、それでここいっぱいじゃないの、まだここ、これはこれあのメディアを、ね、分かりました、頑張ります、ね、8月は8月は、ストレスフリーの堀北雄二さん、今日見てたってさっきですよね、あ、本当に堀ちゃんよろしくね、堀ちゃんありがとう、あ、けどいっぱい来てますね、はい、朝活行きましょうって村井さんもね来てくれるってことなんで、はい、よろしくお願いします、来てくれるんだよね村井さん、はい火曜の夜はメディカツですが、うちは火曜の夜はエビカツ、いや、ね、食べたい、食べたいね、食べたい、はい、しおちゃんコメントを煽った甲斐がありましたね、ね、ありがとう、あ、甲斐さん打ち合わせってあるんだ知らなかった、まあ、打ち合わせと称した食事ですよね、僕食べてませんよ、はい、ちなみに、あ、そう、食べてないんですよ、緊張しすぎて本当に食べてないんですよ、本当に食べてないの、本当に食べてないですもん、ね、ドリンクバーだけだったね、ドリンクバーだけ、はい、あ、まいちゃんお二人のトーク面白かったです、はい、福島さんが何を言ってくれるのか、水越さんが何を突っ込んでくれるのか、ワクワクドキドキでした、わらわら全然もうちぐはぐでしたね、いやいやいや、お互い噛んでるし ね、ありがとうございます、はい、ということでね、もう時間もオーバーしたんでね、はい、で最後にですねメディカツポーズをして終わりたいと思います、これ練習した、練習した、はい、練習しました、そう、あのね、これ見てるとね、こっちになっちゃうんだけど、こうだから、
こうこうですね。はい、こうですよね。そうだよ。こうですね。そうそう、はい。だからここスタートこうですよね。そうそうそう。はい、じゃあ言いますよ。じゃあカメラに向かってね。はい。はい、じゃあ皆さんもこれ開運メディカスポーズ、これやるとね、はい、夢叶いますからね。開運メディカスポーズ、はい、福島さんと一緒にする開運メディカスポーズ、はい、練習しましょう。一緒にやりましょう。はい、指まず出して、火曜の夜を楽しむには、うん、M を作ります。メディカスネームです。下から出します。メディカツで、ここで止まる。いい顔して、このいい顔した時がさ大事です。はい、開運メディカスポーズいきますよ、はい。今ね、スタバにいる方もね、電車で見てる方も、家で見てる方も、お風呂に入ってる方も、ぜひベッドに寝てる方もね、はい、余計なこと言わないで、はい、ね、開運メディカスポーズ一緒にやってくださいね。よろしくお願いしますよ。いきます。火曜の夜を楽しむにはメディカス。撮った。あ、お疲れ様でした。ありがとうということでね、どうもありがとうございました、福島さん。今日はありがとうございました。で、6月3日ね、またシェアカフェ、はい、6月3日、はい、水越先生が行う朝活シェアカフェ、はい、ぜひ皆さん、あなたのご参加お待ちいたしております。よろしくお願いします、はい。ね、まいちゃんもね、メディカスポーズ練習してきたね、はい、はい。え、スタート違います。スタート、ああ、さっきのね、はいはい、はい、あのポーズのね、はい、はい。メディカツカツということでね、左から下から出しても、そういうことね、メディカツということで、ありがとうございました。ということで、メディカツまた来週ね、やりますんでね、ちょっとエンディングをね、流させていただきますんでね、はい。ということで、またあのエンディング終わった後もちょっと一度あの皆さんとお話しさせていただきますんで、そのままあの切らないでね、そのままね。ということで、また来週お会いしたいと思います。それでは素敵な1週間をお過ごしください。さようなら。ありがとう。ありがとうございました。何をしてあげられるの。一人の声は小さく届かない空を見上げて、流れる雲を見てた。で、皆さん、どうもありがとうございました。でメディカツはですね、また来週もありますので、ぜひですね、見ていただけたらと思ってます。よろしくお願いします。以上の今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。それでは皆さん、素敵な週間を。さよなら。ありがとう。